はい、皆さんこんばんは。水曜日夕方7時を回りました。ヒッティングチャンスの時間です。今日は数えて第206週目。今日のお客様はちょっと私普段より声が上ずってるかもしれませんが、私の隣に野球少女、あれちょっと昔少女、今は少女のお母さん、はい、頑張っていらっしゃいます沖縄 TWL の、荒垣さんにお越しいただきました。どうぞ今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、先月ですね、はい、女村の赤間ボールパークの方で行われました、女子硬式野球大会、沖縄県代表沖縄 TWL の、選手兼マネージャー、はい、マネージャー兼選手なんちゃって選手ではい、それでもやっぱりちゃんとユニフォームを着てベンチに入っていらっしゃいましたんで、はいはい、女性のユニフォーム姿もかっこいいな。でまた女子の硬式野球ということで、はい、最近は学童野球も、女子選手も珍しくなくなってきましたけど、そういった皆さんが、成長して受け皿としてのね、はい、硬式野球チームということで頑張っていただいています。はい、はい、今日はその荒垣さんに、いろいろとお話を伺ってまいります。はい、ヒッティングチャンス、この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社やフソ工業、ダイニング居酒屋ライト、安心と信頼の小座自動車、歯の健康相談所チムアザシカ、沖縄市山内上切館団家、ベースボールプロショップオーライマスポーツ、以上各社の提供でお送りいたします。今後挫折したんですね。その時の練習チームに、まあ、ステーカー、1500円から3000円程度のいろんな商品を買い込んで、バックアップありがたいですね。はい、で中でもまたデサントの着こなしが上手い人に、うん、ベストレスター賞、多分これ一式だと思うので2万円ぐらいの私服が送られてると思います。沖縄県勢が取りました。いえいえ、もう TWL は論外でした。ああもう TWL にはあげないよって最初から。ああ、残念。そうか、じゃあ旅費を少しでも取り戻してくださいって感じですか。そうでしたね。なんかポスターにありましたね。ネットに検索すると、まあ、1枚ちょっと高いんですけどね、うん、沖縄大会のシールが販売されてるんですよ。お名前なんて言ったっけ。ずっと大きなカメラ持って、はい、女性の方が、はい、動いてましたよ。なんだろうと思ったらポスターに、なんか大会でなんか表彰されたっていう。CM 明け15秒前です、はい、マイク上げます、はい、はい、改めましてこんばんは。こんばんは。はい、今日は女子硬式野球チーム沖縄 TWL の、マネージャー荒垣香織さんにお越しいただきました。
私がお名前言ってしまいました。ごめんなさい。あ、いえいえ。自己紹介していただこうと思ったのに。はい。はい、まずはやっぱり気になる、この、硬式野球とのつながるきっかけ、はい、教えていただけますか。はい。ですね、子供が3名いるんですけれども、うん、今も高校卒業した、社会人を筆頭に、長男、長女、次男っているんですけど、3名すべてが少年野球に、関わる機会がありまして、で、その時に、娘も一緒に始めたんですよね、うん、長男と一緒に野球の方を、はい、で、それから小学校6年の時に、もう少年野球が大卒団して、うん、何か次があるかなっていった時に、本人は別のスポーツじゃなく、野球がやりたいっていうことで、はい、模索してる中で、たまたま新聞に硬式野球の親善試合の案内 の、うん、チラシが載ってたんですよ、広告が、はい、でそこでじゃあそこに行ってみるかっていうことで見に行ったのが硬式野球をやるきっかけになったんですね、うん、それがもしかして軟式の大会であれば、うん、軟式につながってたのかもしれないっていう、本当にこの、うん、もうこのきっかけ、うん、もうちょっとしたきっかけで硬式野球にと関わることが、はい、今お話の、長女ゆきさんが今回ね、はい、この、ティダバルで大活躍、はい、いやいやいやまあ富城高校の野球部の、はい、マネージャーをしてます、はい、高校では選手じゃなくてマネージャー、はいはい、でティダバルの方では投手ピッチャー一応、はい、はい、で先ほどの少年野球はどちらのチーム、同じ八重瀬町にあります、うん、義士アトムズという、あ、はい、そこの少年野球チームで、お兄ちゃんはもう社会人、はい、4月から、うん、はい、今年からずっと野球は続けてやってました、はい、はい、で弟さんが、はい、今中学校2年になります。わ、頑張ってます野球。頑張ってないんですよ、まあ、バスケットボールの方に、はい、結構です、はいはい、ちゃんとねスポーツまあスポーツと限らずとにかく何か一生懸命続けていけば、はい、そうですね、いいんじゃないかなと、はい、お姉ちゃん、ゆきさんは高校で、はい、そのマネージャーやりながら、はい、ティーダバルでまた週末はプレイヤーとして活躍すると、はいはい、大変ですね、頑張り屋さん。いや、そうでもないかなと思うんですけど、うん、ただ本人好きなんでしょうね、うん、特にもう本当にがむしゃらにやるっていう子ではないんですけれども、うん、練習だけは欠かさず行くんですよ、うん、もしかして高校の野球部で男子にお前ら何してんじゃとかって、って言ってるかもしれないですね幅聞かせてると思います、いや、私らの知り合いの娘さんが中学校でマネージャーしてるそうなんですけど、はい、絶対男子部員の前でキャッチボールしてくれるなと、あ、彼らが落ち込むからと言われている選手が、わお、選手というかマネージャーがいますね、はい、紹介してください、はい、ぜひ、はい、プレイヤーとして皆さんと一緒にできるように声かけておきましょうね、はい、はい、よろしくお願いします。今この荒垣さんの娘さん、うん、ゆきさんに関しては普段からはい、硬式野球、硬球に触れてるわけですよね、はい、高校野球でね。そうですね、うん、はい、ですけど、まあ男子でも皆さん高校までは当然硬式野球、硬球でやりますけど、はい、それ終わるとほとんどの方がもう9割以上の方が軟式の方に移ってしまうのが現状なので、そういった中でやっぱりこの大会の冊子にもある女子だって硬式野球やりたいと、はいはい、いうのは僕らが見てやっぱり勇気がいるかなと、一つ壁を乗り越える勇気がいるかなと思うんですけど、そうですね、多分初めてやられる選手だったり、やっぱり周りの父兄だったり、うん、大人が多分そういった感じはすごくあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、選手自身は多分そこまで本当にやりたいって思ってる子はそこまで本当に思ってはないんじゃないかなって思うんですよ。なるほど、うん、やはり硬式野球がやりたいって冊子にもあるように、そういった子たちが集まってきてるので、うん、ただやはり高校の部活動終わって高校で他の、ね、スポーツをやってましたとか、うん、まあ、今ずっと軟式やってますって、でもやっぱり硬式もやりたいっていう子も中にはいるんですけれども、うん、そういった子たちはやっぱり一歩踏み入れるのがやはり硬球だからということで、気にしてる
選手も泣きにしもあらずなんですけど、でもそういった子でも最近もまた軟式野球やってるんですけれども、うん、クラブチームじゃない、沖縄にある軟式チームに所属してる選手なんですけれども、うん、やはり硬式もやりたいということで、ここでも練習させてくれと言って、はい、3週間ぐらい前からですかね、うん、練習来てる選手もいますね、うん、おっしゃるように当たらなければ痛みも特別変わらないんで、うん、まあ、はい、軟式も当たったら痛いですからね、はい、当たらなければと言いますけど、やっぱ当たったら痛いですよね。当たりますよねで当たりますけど、やはり痛いんですよね、みんなやはり 痛いですし、見るとやっぱり青くなったりとかって、はい、必ず当たるとそうなるんですけれども、はい、ただそれでもやっぱりチームに所属している選手は、うん、それでもやはり硬式野球がやりたい、やはり好き、うん、かっこいいですよ ね、私も思います、みんな見て荒垣さんも一応ユニフォームつけてなんかもう質問を先に読み取ったみたいですけど当たったことってあります？当たったことはないんですけれども、うん、実際私は本当プレイヤーではないですけれども土曜日に、まあ、初 の選手と交えてノックをしに入ったら当たりました、当たって青くなりました。いや、ぜひ今度はバッターボックスに入ってぜひバット振って、はい、金属音は快感になります、はい、バッティング練習も実はしたんですよ。 あれ快感になりますね、はい、まあ、ちょっと思い出しましたけどオロクスポーツランドがですね、はい、この連休に200キロのマシンを、はい、時速200キロのマシンを入れるそうです。おで、何かテストで試し打ちができると。おで、まあ僕らなんかもう打てないですけど見るだけは行きたいなと思ってるんですけどね。あ、すごい、オロクスポーツランド、はい、200キロというのがどういうスピードなのか想像つかないですね。体感してみたいなと思って、うん、ありますんで、はい、ちょっと思い出したんですけど、ぜひ、じゃあバッティングセンターはちょくちょく行く？行かないです。あらばん娘さんにせかされません？連れてってとか息子さんに息子たちは、うん、そう、行きたい行きたいって言って連れて行ってたんですけど、うん、娘はあまりなんか本当に言わない。あ、そうですか必要最低限動かないみたいなあれちょっとなんか今急に憧れている公式的に憧れている女子選手から、あ、容量がいいんですよ、容量が、うん、ピッチャーだから、うん、DH で打席に立つ機会が立つ機会がほとんどなくて、うん、本当に全国でも打席に立ったのは本当に数えるぐらいしかなくて、うんうん、本当立たないですね、はい、うん、去った3月にこの恩納村で行われた、はい、大会、女子硬式野球沖縄大会、私も2日目見せていただいたんですけど、はい、残念ながら、広島県の MSH 医療専門学校のに7回逆転負け、はいはいはい、逆転負け8対6でしたっけ、7対10です。あ、7対10か、はい、6回の裏にね、はい、見事逆転したんで、はい、おお、すごいと思ったんですけど、いけるかなと思いましたけど ね、ちょっと最後を乗り切れる力がまだ、ね、まだまだないですね、はい、やはり試合の経験不足、うん、どうしてもこの大会と全国大会でしか公式試合がなくて、そういったところ の勝ち方とか、うん、やはりこの本当にベンチワークがまだまだちょっとできてないところも多々あるなって思うようなこの2試合、うんうん、それもまた一つの、ね、課題ですし、やはりこうやっていろんな方からここがもうちょっとだったね、この辺どうだったねっていうお声がかかって、うん、今まではそういう言葉もなんかかけられた覚えがなかったんですけれども、うん、やはり去年も大会こなして、で今年も大会こなした時に何が違うかなって思った時に、やはりこうやって去年より上手くなってるねって、ただこの辺がもうちょっとこうだね、うん、あだねって言われた時に、あ、こうやって助言してくださるお言葉がいただけるようなチームになったんだと思って、うん、その辺はちょっとありがたいなと思って、うん、あれですよね、まあ、今おっしゃったように確かに向こうはひっくり返された7回の表も、うん、まあ慌ててなかったという感じで見たんですけどね、はい、うん、
で逆にまた皆さんの沖縄ティーダブルの強さは、はい、ひっくり返された7回の裏に1点勝ちましたよね。そうですね。はい、あれもまた、うん、もしやと期待しましたけど、うんはいうん、力及ばずでしたね。で、うん、初日の1回戦、はい兵庫のタンバーガールズ、はい、ともなんか、はい、かなりもつれた試合というふうに伺いましたけど、そうですね、点の取り合いと言いますか、うん、初回に今まで4点なんて取ったことないんですけれども、うんうん、ビッグイニング初回にビッグイニングが来まして4点取ったんですけれども、で向こうの初回は0点だったんですね。あ、もしかしてと思ったら、かったね、そこであのベンチがもしかしてと思ったらダメですね。本当にそう、そこからもあのやはり向こうあの公式野球ってあの中学の試合もたまにあの、見に行ったことがあったんですけど、うん、去年はすごくあのこのビッグイニングがなんかあるなと思って、うん、大量点、うん、中学の野球なんかも一気に9点とか入ったイニングがあったんですね、うん、その辺であのやっぱり一つのプレーから の, あの、ミスにつながるったのがもうこうやってやっぱりねあの点につながるっていうような感じのところなんですけれども、うん、だいたいビッグイニングになるところって、うん、その辺もやはりあのこれからもっともっとあの勉強していって練習していってあのやらないといけないところだなっては、はいうん、あのおっしゃったようにあの初回に4点取ったって、はい、ベンチがもしやって思うのはですね、まあ、私小学生相手にしてますけど、小学生もすぐ嗅ぎ取りますね、うん、あこれ監督も余裕出してるからというのが好きにつながってひっくり返されるというケースも多々あるんですけど、逆にその4点リードしてるからあのなんていうの、余裕出すなというかあの浮かれるな、逆に4点負けてるからって諦めるなというのは本当にあのちょうどもう2ヶ月ほど前ですか、興南高校のガキア監督をお越しいただいた時にそういうお話をしてましたね。あの負けていても特にあの報徳学園なんかに先に点取られたけど、全然ベンチ慌ててなかったと。だから逆に見てると相手ベンチの方がリードしているのに固くなってるなというのがもう分かって自分たちで感じてたので、じゃあ、 1点ずつ返していけば絶対ひっくり返せると。でこれを監督が言ったんじゃなくて選手から言ってたらしいですね、うん、だから選手がピッチャーの配球を読んで控えのメンバーがレギュラーにそういうのを伝えてと、やっぱり強いチームは違うなというお話をしてますね。すごいですね、うん、選手がそこまでベンチの中にいる選手、はい、その後やっぱりこの春夏連覇の偉大な先輩たちの看板負けしたメンバーが続いたんですけど、やっと今年ですね、この逆に言うといい意味でその凄さを知らない選手がもう思いっきり伸びるんです。であの絶対この春の大会いいところ行きますよとおっしゃってたんですけど、そのまま優勝してしましたね。ちょっとまあ九州大会は残念ながら決勝で敗れた、延長で敗れたようですけど、かなりでもいい試合をねなさってたらしくて、で糸満高校が今ベスト4、そうですね、今日は休養日でまた明日大会ありますんで、はい、これまた応援したいですね。そうですね、あれですか、マネージャーとしての娘さんは遠征とかにも当然同行なさるんですか？遠征は、先週末あった宮、八重山遠征は3年生の、選手全員と、あと2年生の登録メンバーという形で、やはりもあれは決められた中で動かないといけなかったので、あの高野連さんの関係、なので行ってはないんですけれども、8月かちょうどこの連休かどちらかで多分毎年遠征があるんですよね、高校野球ってよく行くじゃないですか、でそれには、3年の時には行きたいなっては言ってるんですけれども、なんせ今もだいたい所要のところでは女子野球の大会も重なったりとかするので、もうどうしてもそこ優先になったりとか、むしろ高校野球で、まあ公式戦はまだまだルールの壁があるんですけど、練習試合でバッターボックス立つ機会はないです、全く、もう本人が先生からは、監督さんからはやればいいのにって言われるみたいなんですけど本人がもう嫌ですって言って、やっぱりまあこういった人ですけど、
体力含めた差はかなりありますからね。一番なんか本人がやはり先あの監督さんはあの自分のペースで自分のできることをやればいいから、自分の練習にもなるからって言うんですけどね、はいはい、みんなが10キロ走らないといけないところお前に10キロ走れとは言わないからって言うんですけれども、あのその辺本人は自分だけあの同じようにやらないでボール先に触ってキャッチボールするとか、うん、あんなのは雪は嫌だとかって言って、うわあこだわりがあるんだ、なんか変なこだわりすごいですね、うん、で本人はそう言ってますけどね、うん、実際どうか分からないでもあれですよね、やっぱりあのこの間の試合見た限りでは110キロ出てるかどうかぐらいですか、ピッチャーのスピード。そうですね、多分今日昨日、3月に来たチームは、うん、あの一番早い子でも多分それぐらいじゃないかなと思いますね、うん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 、もう少し上に行くともう少し投げられてる子がいると思う。中学公式でももう代表チームのピッチャーエースだったら130後半ぐらいは出てると思うし、うんうん、高校野球だったらもう140キロ、そうですね、はい、みんなバンジー出ますからね、はい、そうですよね、うん、それからすると、うん、やっぱりちょっとスピードボールという点では差はあるかなと思ったんですけど、うんうん、逆にすごいなと思ったのは守備でしたね。あ、うん、よかったですか、はい、ありがとうございます。例えば僕らもしょっちゅう学童の野球ばっかり見てるんで、内野ゴロ取ったらサードショートはワンバウンドで投げるんですけど、はい、ダイレクトで放ってる選手も大勢いらっしゃったし、はい、うん、打球も飛びますし、はい、うん、娘さんも貴重なタイムリーツーベース、ね、ね、びっくりですね。あ、お母さんはベンチでさばいてました、トントロンを返しました、飛び跳ねてました、あ、もうなんかダイソーってバスで行くみたいな、はい、足が遅いのでダイソー出してくれと思って、うん、いやもうそういうあれで本当にやっぱり修羅場をね、くぐり抜けてきた、はい、そうです、差だなという感じしましたね。そうですね、やっぱりあの決勝に進んだチームとかっていうのは、うん、その辺 の, あの経験があのやはり、まあ、いろんなところでこなしてきてる、うん、チームでありますし、やはりもう TW はもうあの実戦を組める場所が本当にもう数が知れてるので、うん、その辺であの今後、まあ、今年はもあのまた男子中学生のうん、大会にも、出させていただける大会には出ていこうと思ってるんで、うん、そういったところでやっぱりいろんな経験をしていかないと、はい、あの上に上がっていくことができないかなと思って、うん、確かに、うん、まあ、それはあのまあ、負けて覚える野球かなじゃないですけど、はい、どっかでそうなんです、そういう、うん、まあ、悔しさも含めて、はいはい、痛さも含めて、うん、まあ、痛い思いしないでっていうくらいが一番いいんですけどね、うん、なかなかそう簡単にはいかないと思います、うんうん、だから今全部で何人ですかチームは。ですチームの登録人数は15名ぐらいですかね、うん、ほぼ全県、あ、全県ってあの北から南、あ、本当離島、そうですね、うん、はい、八重山に一人いますけれども、はい、含めて、うん、だからそういったメンバーがね、でまた逆にあの今中学生とか高校生でも自分もやってみたいと思う選手の受け皿があれば本当にいいですよね、はいはい、まあ、あの沖縄の硬式野球も高校大学で今まで終わりだったのが、うん、沖縄電力はじめ5チーム6チームと増えてきてますんでね、はい、そういった感じで、うん、女子の野球でまた硬式野球のチームが受け皿としてあれば、はい、本当ですなと思いますね、はい、その辺も含めて、はい、ね、対応には大変だと思いますけど、はい、ぜひ頑張ってください、はい、そうですね、頑張りたいですね、これからも、まあ、やはりやりたいっていう子たちのために、うんうん、あの多分もう一度止まってしまうと公式チームはなかなかまた動く活動することが厳しくなると思うんですよ、うん、その辺であの、まあね、次につながるあの方が出てきたら、まあ、選手の中からでも、うん、もうその時にはもう本当に頑張っていただきたいんですけれども、はい、まだなんせ今みんなあの現役選手なので、うん、その子たちが頑張ってる間は、うん、まあ、あのサポートとして頑張っていきたいなとは、うんうん、はい、はい、今日は沖縄 TW 女子硬式野球チームの荒垣さんに、お越しいただいていろいろとお話を伺っています。では、今夜の1曲目聴いてください。今日は TRF、 はい、お願いします。
ずっと混んでる、はい、南に向かう車、はい、南に向かう車ずっと混んでますよ。あー、なんか混んでるみたい、ね、昼からずっと、昼からもう昼から、はい、4大カムの今日は何プレオープン、プレオープン、ね、地域の皆さんに招待状チラシ配って、あうちの妹の旦那は電気工事で入ってるんですけど、うん、毎日最近帰ってネジとか探してるんです。あでしょうね、うん、あの中の工事が履けないと電気工事が入れないと言って、はい、うん、あのトイレに行くのに30分かかる、うん、建物の中で、はい、工事の現場あ工事の現場、で行くのに10分で並んで10分戻るのに10分、あれ中には迷子になる人に、あれ自分の工事現場がどこだったか分からないすっごい大きいみたいですもんね、はい、多分南部からは行こうと思ったらあの夏開けないといけないかなと思うぐらいも多分いっぱいだろうと思ってあの何ですか高速道路にもう渋滞予告予報が出てました25日、土曜日ですよね、6日は沖縄南と北の国スクリーンターは大変でしょうね、気をつけてください、絶対来ますね、うん、いや本当に落ち着いてから来てくださいそうします、そうします、うん、逆に私なんか小僧にいる人間はもう用事で出られないんじゃないかと思って、その心配ですですね、少年野球とかの大会とかも今、はい、今最中ですか、この土曜日、次の土曜日が読谷で、あ、読谷で準決勝、決勝、読谷だから、いけるかな、インターバーの合理ですか、野球場で、あ、読谷球場、平和の森球場、あ、平和の森、4面ぐらいで3面でしたっけ、向こうはね、学童だったら、あ、もっといけます、 あ、 ありがたい場所ですよ、一気にできますね、向こうね、読谷もブロックなんです、嘉手納読谷、学童で言うと嘉手納が3チームで読谷が9チーム合わせて12チーム、12チームですると八重瀬は本当に多いんですね、何チームですか、八重瀬町だけで10チームです、うわすごい、すごいすごい、一つの学校に4チームあるの、うわ、コチンダ小でした、コチンダ小学校に4チーム、うん、白川小学校に4チーム、で、グシカミ BBC が、まあ、グシカミ小学校は1チーム、で、アラブスク小学校が1チームで、あの全部で10チームなんですけど、2校に関しては4、4あるんです、すごいな、ただチーム生育数は白川に限ってはね、3クラスとか2クラスのところもあるので、うん、かなりちょっと厳しいチームも出てきてるんじゃないかと思うんですけど、うん、別れて作るのはむしろ簡単なんですが、うん、それを維持するのが大変で、うん、別れて作ったチームっていうのは、うん、ないですけどね、ただもう本当地域で昔からの地域のチームがあって、そろそろ曲が開けます、はい、マイクあげます、はい、TRF で Easy Do Dance 聴いていただきました、踊りますか、あの昔ちょっとカラオケ行った時に友達と踊ってました、うんうん、あすごい、ぜひこれで痩せたいなと思ってるんですけど、あ、まあ、思うだけだったらいくらでもできるんで、うん、沖縄 TW 女子硬式野球チームですけど、はい、やっぱり見てて思ったのはですね、はい、指導者にも女性が出てきてほしいなと、ああそうですね、そこは私たち私の方も、うん、あの代表の代表安治峰っていうんですけれども、はい、あの代表なんですけどから埼玉の方なんですよ、はいはい、立ち上げた時の、創設者がお父様の方で、うん、はい、あのまあ、息子さんが、うん、あの今も代表、あの受け継いであのやってくれてるんですけれども、
やはりあの代表もそうですけれども女子の指導者がやはり出てほしいですよ ね、はい、さん私却下されました。監督やるって言ったら却下ですかやりたい人にさせないんですか私野球分からないんで。いや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 、いいじゃないですかそれで、うん、打てと走れと投げろだけでいいじゃないですか、はいはい、あのそれでいいですかね、うん、ただ本当に指導者ね、うん、女子の指導者がやはり出てほしいなっていうのが、うん、あのありますね、はい、うん、今あの高校野球でも、うん、部長とかで ね、はい、いますね、はい、ベンチに入ってらっしゃる女性の方いらっしゃいますし、うんうん、はい、中学校のソフトボールチームだとかなり女性の先生監督いらっしゃいますので、はいはい、2試合目にやったの、うん、広島のチームもあの監督さんは女性の方で、以前2年間でしたかね、うん、あの女子のプロ野球でなさってた方 で、はい、で今、プロ野球京都のチームでしたかね、うん、の監督さんが沖縄 の、うん、あの出身の方、はい、プロ野球選手を4年間やってて、で去年一昨年かな引退して、去年はコーチで今年から監督に就任して、うん、じゃあもうあれですか、今のお話プロの選手もこの沖縄 TW からはまだいないですけれども、候補は候補はいるかもしれないです。あ、はい、あの頑張って、うん、あのプロテストを受けてくれたらなっていう選手は数名いますね、うんうんうん、はい、あの女子 の、 そのプロ野球というのもそのリーグ全体でテストして、はい、オーディションじゃないけど、トライアウトして、はいはい、で各チームがあの子が欲しいという感じで、今女子野球は一つ の、 あの企業が見てるんですね、うん、そこであのまたチーム分けをしてるんですよ、うん、なのであのこのチームが取りたいとかなんとかっていうのは多分じゃないんじゃないかなと思うんですけれども、あの企業が一つなので、うん、はい、うん、だからそういった意味でももうあの中学高校、まあ、もちろん小学生から軟式始めて、うん、はい、中学や高校でプレーして、はい、あるいはマネージャーであったり、はい、裏方であったりいろんなこと他のスポーツもやってらっしゃる方がいるんですけど、はい、そこでまたいつか野球にという感じで、はい、あの今思い出しましたけど、九州共立大で今あのやり投げで、はい、今年も全国大会上位入賞した遠間詩織さん、はい、比江島の、はい、彼女なんか早く戻ってきてほしいです ね、 いいですね、逆に野球 に、 本当に、ね、陸上の方には叱られるかもしれないですけどすごいいいの持ってますよね、はい、あの一度 TW でも練習したことがあって、うん、私はうる覚えなんですけれども、うん、ただ彼女 の、 あのこの陸上の活躍は、はい、もうずっと知ってて、はい、ああ彼女野球で戻ってくれないかな、うん、戻ってくれないかなって、ね、はい、思ってたんですけど、今中学校の時にあの、うん、久米島で初めて見たんですが、はい、彼女が中学生の時に、はい、すごい子がいるねって、うん、で中学生だけど、あ女子だけど中学校の野球でレギュラーだよって話聞いて、はい、でまあもう高校は、うん、あの久米島高校に残って、で野球部のマネージャーでは面白くないから将来野球するためにやり投げをするとおっしゃってたんですけどね、やっぱりもう非凡な点はもう放っておかないんで、うんですね、あっという間に沖縄一になって九州でも上位で、ね、彼女の右にいる子いなかったですからね、うん、はい、もうやり投げしてる間はずっとずっとオリンピック候補選手ですよね、うん、すごい、そうなるともうちょっとまた野球に戻ってくれるのはちょっとまた遠くなったかなと、遠くなりましたね本当に、うん、はい、陸上でまた頑張ってるんで、うんうん、もう本当久米島のね、うん、子供さんたちの、うん、本当に大先輩も憧れの先輩のような感じ で、ね、そうでしょう ね、 ね、本当すごいですよね彼女ね、はい、うん、大会の期間中助っ人で呼ぶとか、登録していただければ呼びたいですね、先ほど少し伺いましたけど、うん、来週再来週遠征、はい、愛媛県の方で第8回式記念杯で、うん、西日本を中心にしたあの大会なんですけれども、はい、ね、多分これもちろん女子の公式、女子の公式です、はい、チーム数も15チームぐらいあり、じゃあこの沖縄でやった大会よりもまださらにボリュームアップ、はい、レベルアップした大会、はい、で8回第8回、はい、多分この式杯も、うん、
やはり地方あの四国、うん、を中心にあの大会が少なかったというようなことで、うん、あの大会を開いたら、まあ、賛同して出てくれますかっていうような感じで、まあ、沖縄大会と似たような感じ の、うん、あの動きの最初は動きの大会が、うん、今はここまでまた大きくなってるんですけれども、うん、第8回で、はい、あの愛媛県松山市の方でマドンナスタジアム、はい、スタジアムの方でぜひ頑張ってください。はい、あの今その遠征でちょっと気になったんですけど、うん、はい、いわゆる資金面、はい、スポンサーはないです。もう全て自分たちの方で、うん、あのまあ、お金を工面して、うん、時間があれば、まあ、希望者だけなんですけれども、あの、まあ、物品販売ちょこって、はい、あのやったりはしてるんですけれども、うん、やはり毎年遠征なんですよね。それをまた毎年続けていくのも大変なので、あの、で今回は初めてこの5月の大会、うん、8月の全国大会が今年からちょっと登録制度に女子野球もなりまして、今まではあの、まあ、普及もさせないといけない中でのいろいろなあの大会だったので、あの女子野球に関しては二重登録 OK だったんですよ、はいはい、で今年はでもちょっともう登録制度を設けることになって、うん、でなおかつ、全日本選手権8月に同じ愛媛県で行われるんですけれども、うん、レベルの高い大会にしたいということで中学生がちょっと出れなくなったんですね、高校生以上、うん、なのでそこでもうちのチームを中学生を外しては成り立たないチームなので、って言いますか、若いというか、この子たちもやはり硬式野球をやりたくて他の部活動をしながら来てるので、はい、うん、この子たちを抜いてまでは試合には出ることはできないんですね、うん、やはりこの子たちがいての初めての TWR なので、うん、その辺ちょっともう急なんですけれども、今年は5月の大会に出たいと言ってみんなにちょっと申し出て、うん、それでもいいって、うん、はい、で分かりました。ぜひあれですね、スポンサーね、あれですか、女性、この女子野球の場合は、はい、ユニフォームにそういうスポンサーのロゴを入れても大丈夫なんですかね。 OK です。マドンナ松山さんが、うん、入ってるんですけれども、うん、そこは多分企業さんだと言って、 あと多分朝日トラストさんも企業だと思うんですけれども、うんうん、ほら何でした、独立リーグのユニフォームなんかも、はい、すごいですね、広告塔ですよね、うん、ユニフォームがね、はい、ああいった形で、うん、あれですね、ここはまた中本さんに引っ張られていただきましょうか中本さん、お願いできますかね、うん、中本さんももう一緒にどうですかって声かけたんですけどね、うん、忙しい方で、あ、忙しいですね、毎週もうバッティングセンターですよね、周りのお仕事が忙しいんで、はい、なかなか、うん、じゃあぜひもうスポンサーもついていただけると大変ありがたい。そうですね、まあ、本当に、まあ、いくらかでもと言いますか、うん、あれば本当に助かるんですけれども、うん、やはり学生もいれば社会人もいるので、うん、まあ、スポンサーをつけることによって何かの別なことが生じた時の時に対応がちょっとできないかなと思って、今のチーム状況が、またその辺の問題があるんだ、はいはい、うん、そうなので、なるほど、ね、うん、やはり伸び伸びとも、うん、まずは野球をすることが今第一優先なので、はいはい、大好きな野球がみんなやりたいって来てるので、そこまで深くお考えでしたか大変失礼しました。いや、うん、本当はでもあれば本当に助かるんですよ、うん、はいはい、いろんな、ね、大会にやはり一つだけじゃなく、うん、もっともっと本土ではいろんな大会があるので、うん、その辺も本当に融通が効くのであれば、うん、本当に行かせてあげたいのはもう山々なので、うん、そういった意味ではこの大会は、今年が2年目ですけど、はい、デサント、はい、スポーツメーカーのデサントさんがかなり、はい、強力にバックアップしていただいてますよね。そうですね、うん、はい、もうお世話になっております、はい、野球用品、もちろんグッズもそうですけど、ウェアの方も、ね、はい、たくさん、はい、球場の前に、そうですね、出店になってるんですか、あれは、はい、直売店もありますね、ブースを出して、はい、売店して、はい、やってましたんで、はい、かなりのお買い得で売ってました。うん、そういったいろんな面でバックアップしてくれる企業が、はい、まあ、企業であり個人であり増えるとね、うん、そうですね、たくさん本当ありがたいですね、うん、皆さん今やっぱり道具は当然個人で購入して、形、
もともと立ち上げの時に、うん、この代表であるアジミネの、うん、お父さんの方が、うん、道具を揃えていただいたんです、うんうんうんはい、でその今道具を使わせていて、でまた、まあ、消耗道具も消耗品なので、うん、ちょっと一つ消耗していくと、うん、またチームで買ってっていうような感じで、もちろんグローブとかね、あいた自分のものは自分のものなんですけれども、はい、まあ、バットも自分でやっぱり使い勝手のいいバットを持ってくる選手もいますけれども、うん、まあ、ほとんどチームの方で所要道具は、はい、揃えてますね。わかりました。はい、じゃあここでスポンサーからのお知らせを聞いてください。お願いします。話しながら思い出しましたけど、読谷野球場にですね、ドラゴンズがキャンプで使ってたボールが山のようにあるんですよ。なんでですか？でこれが、うん、去年まではそのまま中学校、高校だったり、ボーイズだったりに分けてたりしますけど、高野連からストップがかかって、沖縄だけこんな優遇されるのはダメと。これを一旦、東京の遅れた、まあ、大阪か分からないけど、でそこで全国に分配する。今年なんかどこもなんかボールがもらえないとかなんとかって言って、うん、なんでだろうと思って、高校野球さんだったりとか、うん、私たちもいただいたんですけど、うん、ヤクルトさんの、うん、連盟、連盟の方で、女子野球連盟の副会長をなさっている方なんですけれども、沖縄大会に2年連続で連盟 の、 関わりで来てるんですけれども、その方が愛媛県松山市の方なので、うん、ヤクルトの、坊ちゃんですか、うん、球場で、いろいろとやっぱりやり取りをなさっているので、一軍の道具工の方に電話して、うん、荒木さんからボールをあげてねって言って、クレームシューターすです、ね、しかも、NPB、何でしたっけ、のマーク入り、水野のマーク入りで、多分あれ、オープン戦に使ったやつだと思います。そう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 。それをこの間いただいたんですけれども、なんかでもどこも、うん、そう、今年なんかボールもらえないとか、私もらってるなとかって、もらったよとかって言って、本当に年間球場にも山があるし、おそらくキャンプした各球場にあるから、結局誰が送るの、うん、金は誰が出すの、その今までみたいに沖縄、うん、ここでっていうのがここに、うん、ね、うん、球団もここで使いなさいって言って置いてるわけだから、うん、それでいいんじゃないかと思うけど、うん、あれ全国に持ってって配ったらいくつにも、ね、何個にもならない、一応もう一回聞いてますよね、はい、配るのかどうか、今後配る予定があるかどうか、あとコマーシャルだけでもあと12分で、はい、よろしくお願いします。ちょっとマイクあげます、はい、はい、今夜のヒッティングチャンスは沖縄 T ダバル女子硬式野球チームの、マネージャー荒垣香織さんにお越しいただいていろいろとお話を伺っています。はい、はい、ちょっとここで、はい、中上中部北支部の学童野球の、大会の途中経過ですね、先週日曜日でベスト4が決まりました。キナーキング、チャタンドラゴンズで、カツレン双葉で、ミサトオリオンズ、ミサトオリオンズ、以上4チームですね。中部南支部の方は、アダニアライオンズが優勝、ギノワンベースボールキッズが、準優勝ということで決まりました。はい、で高校野球も今各地区で、そうですね、強化リーグ強化大会、ね、はいはい、各地区別に大会を行ってます。はい、娘さん富城高校は八重山から帰ってきていかがですか？
はその辺ちょっと聞いてないんですけれども、うん、八重山に行ってる間も、うん、那覇南部の大会がこの地元では行われてたので、それに行ったんですけれども雨で試合ができなくて、うん、週末はね、はいはいはい、で土曜日は土曜日でまたチームの TWR の練習だったので、はい、まあ、自分たち の、うん、富城高校の試合には行けなかったんですけれども日曜日張り切って行ったら雨だったとかできなかったとか言って、うん、濡れて帰ってきてました。強行しませんでした。やらなかったですね、はい、私は日曜日、うん、雨の中2試合審判、はい、もう第1試合はもうずっと雨で第2試合はまだ少し雨は上がったんでよかったんですけど、うん、途中もうくしゃみしましたね。あら、濡れて着替えもせずに、はい、雨の中。そういったらね、女性の審判員はいかがですか。は多分いるでしょうかね、本土の方には。県内にはちょっと私の方では把握してないんですけれども、関東の方ビーナスリーグといって、はい、多分もう始まってると思いますけど、うん、10月か11月までリーグ戦があるんですね。まあ、10月か11月の1ヶ月は決勝トーナメントになるかと思うんですけれども、うん、その期間ずっとリーグ戦を行ってて、うん、週末にでそちらの方は選手で滑って、うん、まあ、運営審判も、うん、はい、なんかやるみたいで、そういった講習会もなんかあるとかっていうお話は、うん、はい、聞いたことがあるんですけれども、うん、ぜひ、まあ、審判とかルールも含めてですね、ルールを知ってるチームはやっぱり強いですよ、うん、ですよね、うん、これはもう絶対ありますんで、うん、勉強していただいて、私も勉強しないといけないですね、はい、違うだろそれはって、そうですよね、ててね、それぐらい言えるぐらい、うん、はい、みんな声の大きい方が勝ちっていうところもあるんですけど、ね、そうですよね、そうじゃなくてやっぱりちゃんと知っている人が正論で通るのがルールですから、ぜひ座っていただきたいと思います、うん、また話戻りますけど、楽屋監督がおっしゃってたのは、うん、はいはい、ルールブックの何条の何項にこうあるだろうと言えるようにならんと勝てないとおっしゃってました。ガキ屋さんは全て知ってるんですね、はいはい、何条の何項とかね、あ、僕らの何でした、すごい走塁妨害オブストラクションに A 項と B 項があるぐらいしか A と B というのは分からないんですけど、あ何でしょうかね、何のこっちゃそうです、ね、失礼しました。うん、2人で審判の動き勉強してくるとですね、動きとか、ルールを含めて勉強してくると、はいはいはい、テレビの見方がまず変わってきますので、はいはいはい、ぜひとも、はいはい、ですね、で今度12月に、はい、この先ほどの NPB のプロ野球の審判員が毎年、はいはい、沖縄市の方にいらっしゃって、はい、県出身の那光さん、はい、タイガース OB の、島田さん、はい、で先ほどのガキア監督と大昭和製紙でご一緒だった木内さん、はい、この3人が、沖縄に毎年いらっしゃるんで、連絡しますんで、はい、ぜひ、はいはい、遊びに来てください、はい、楽しいですよ、はいはい、ぜひ野球だけじゃなくてですね、はい、そうですよね、夜の懇親会もまた楽しいので大好きです、はい、うん、あれですか、娘さんは、今2年生、はい、もう卒業後の話とかは一応本人、そうですね、いろいろなんか最近進路どうしようかなっていうことは言うんですけれども、うんうん、まだどうしようかなっていうことしか私の耳元で言わないので、それがどうしたいとかっていう、うん、なんかここ行きたいんだけどとか、うん、なんどお母さんどう思うっていうようなことが聞いてきたら、うん、聞こえてきたら話に乗ろうかなと思うんですけど、まだなんかこの辺でどうしようかなみたいな感覚なので今はまあスルーしてます。あ、うん、それから何かあったら聞こうと思うんですけれども、まだ本人の中でちょっとまだまだアバウトで、はい、いろんなことをやりたいって思ってるのか、うん、女子プロ野球選手になりたいとかは多分どうでしょうかね、彼女の中ではちょっとそれはないかなって。じゃあそれを焚きつけてお母さんが、あ、そうしてみましょうかね、はい、ぜひ、はい、うん、まあね、まあ、あ、すいません、ごめんなさい、
記念にね、まあ、一度ぐらいトライアウトぐらいをちょっと受けてもらいたいなっていう思いはあります。あのどれぐらい の, あのレベルが、まあ、上 の, あのレベルなのかっていうのを、あの辺はちょっとなんかね、あの本当に、まあ記念にって言ったら失礼になりますけれども、あのちょっとね試してみてほしいところはありますね。はい、やってください。うん、はい、そして沖縄からね、子どもたちがどんどんまたそういう選手に憧れて、そうですね、キーダバルの門を叩いて、プロ野球の道にと、はい、あ、まあ私が考えるに野球、まあ野球人口の大小もあるんでしょうけど、男子よりは絶対道は近いと思います。はい、だと思います、ね、はい、はい、本当に本当に今ね部活を優先にしてる子もいるので、どうしてもなかなか思うようにボールが握れない子がいるので、その辺でちょっと今受けてもっていうような子はいるんですけれども、ただもう本当にいいのは持ってる子はもう数名いるんですよ、その辺で本当に頑張って、まあ、高校は他の部活やってるんですけど、大学行くときに野球の道に進んでいけば、この子はだったら行けるんじゃないかなっていうような子はやっぱりいますので、先ほどの中本さんなんかが頑張ってらっしゃるチュラ沖縄とかですね、そういった、小学生からも一生懸命野球やってる女の子たち、本当に増えてきてますね。増えてますよね、はい、本当にもう男子顔負けで、最近は中部北支部ではもう女子のキャプテンも珍しくなくなりましたね。はい、いますね、もう本当に本当ですね、小学生の間ごめんなさい申し訳ない、パッと見女の子分からなかったみたいな子もいますし、その辺でどんどんこれからも増えてくる、逆にも野球全体としてはもう今選手が少なくなってる、チーム数も減っていくという心配がある中で、そうですね、女子選手は増えてますんでね、楽しみですよね。楽しみです、本当に、はい、本当にもっともっと周知していって、本当に増えて、ま、軟式公式ね、もっともっと増えていったらいいかなと思うんですけれども、本当に公式野球には次のステップがあるので、プロ野球という次のステップがあるので、はい、まあそこに進まないは別としても、とにかく上のステップがあるので、その辺でもっともっとちょっとよく皆さんにね、分かってもらって、本当に上を目指していきたいっていう子どもたち、選手たちがもっともっと集まってきたら本当にいいかなって、本当ですね、楽しみですね、はい、もうあれですか、マネージャーのお仕事は、はい、チーム全体のお母さんみたいな感じ。そうですね、LINE でグループトークたまにあるんですけれども、去年一昨年ぐらいにはTW のお母さん母の日おめでとうってきましたので、わあれ、待ってよみたいな私は同級生のつもりなのにそういつの間にか、そんな感じです。はい、あれですよね、今までお話に出ていらっしゃらなかったんですけど、ご主人はどんな風に、どんな風に応援ですか、ご理解していらっしゃるんでしょうか、気になるんですが、気になりますか、はい、ですね、野球私もそうなんですけど、野球出身じゃなくて、向こうも野球出身ではないんですけども、けれども、ただスポーツをずっとやってたので、私バレーボールをやってて、でウエイトリフティングをやってて、で高校の時に、まあ全国でナンバーワンツーぐらいでずっと上げてたんですけども、プチってそうなので、スポーツが好きなんですよね、だからやる子どもたちのやることに関してはノーは言わないか、ですし、そうですね、好きな、自分ももともとスポーツが好きなので、それを拒む、まあ、結婚はしたくないっていう人だったので、はい、なるほど、なんか急に熱くなりましたねなるほど、いやもう本当にじゃあ家族みんなで応援して、はい、TW も、はい、荒垣さんご自身も、はい、ね、何かプレーするのを見つけていただいて、はい頑張ってください、はい、隠れてバット振って代打
私っていうような感じで、もう今度やろうかなと思って、ね、ぜひ頑張ってください、はい、今日本当お忙しいとかありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、また5月の演習、はい、頑張ってください。はい、期待してます。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ヒッティングチャンス、この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社やフソ工業、ダイニング居酒屋ライト、安心と信頼の小座自動車、歯の健康相談所チムアザシカ、沖縄市山内上切館ダンケ、ベースボールプロショップ大野山スポーツ、以上各社の提供でお送りいたしました。今夜は沖縄 TWR のマネージャー荒垣香織さんにお越しいただいて、お話を伺いました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあヒッティングチャンス、ではまた来週、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。